こんにちは、本日はチャルマティ仏画教室、受講生の一問展の発表会を行っております。だいたいこの発表会は1年半に一度ぐらいずつの割合で、毎年行っているものでございまして、集まる生徒さんはもう主要いろんな方が、生徒さんとして受講されております。教室といたしましては、実はこの日本人というのは日常の生活の中にこの仏さんの慈悲といいますか教えが浸透しているわけですが、意外と自覚をされてない部分がある。私たちはこの教室で仏画という媒体を通じまして、日常をどう生きていったらいいのか、そこに言う、死を問いとしてそれに足る生き方をどう学んでいくかということを絵を描きながらですね、学んでいっている。従いまして、お教室の授業の中には、法話も時には入ります。このようにして、一人一人の受講生の皆さんが心の中の奥底にあるものを一つの芸術として表現する、これが私たちの目指す現代アートの仏画でございます。この仏画教室には3月に始めまして、約6ヶ月ということで、始めさせてもらいました。で、今回出させていただいたのは、薬師如来と吉祥天、宿命としては薬師如来だったんですが、私、京都の浄土寺に吉祥天という秘仏があるということで、その期間内しか見られないんですけども、それをわざわざ見に来ましたところ、非常に感激しました。大きさは80センチぐらいなんですけども、ですからその感激を胸にこれを書かせていただきました。佐藤智茂と申します。この教室に入って5年経ちました。ようやく絵が描けるようになりました。それでこれからも続けられたらなというふうに思っておりますけども、あまりにも奥の深い教室でございまして、自分の才能がどこまでついていけるかが非常に心配です。ただ生きているうちに何が残るかなという思いだけは強くあります。あれを描きたい、これも描きたいと思ってますけども、所詮自分の才能もないのによく分かっておりますので、限界があるのかなと思っております。私の下に天から降りてきた龍が美味しそうに蓮の花を食べようというふうに、オスとメスの龍が動いております。真ん中にある太鼓橋を渡ってお寺に修行してる人たちが行ったり来たりできるように、池の周りももちろん歩けますけども、中央の太鼓橋を渡って行ったり来たりもできるようになっております。木下ゆりなと申します。教室に通って今5ヶ月です。3枚私は作品を、描いたんですけれども、まだ自分でアレンジしたりするよりは基本の形を勉強して、色をつけているような段階です。だんだん絵が細かくなってきて、3枚目に描いたこの薬師如来は本当に描いてる間結構時間が A4 のサイズでもかかるんですけども、イライラしてしまって忍耐力がないので、徐々に描いていくうちに忍耐力とか、あとは想像力とかも養われるかなと思って期待をして描いております。結構楽しく色をつけたり描いたり少しずつアレンジをしたりしてるんですけども、結構楽しくて、始めると結構何時間も描いてきたりとかするので、徐々に、もっと描けるようになれたらいいなと思ってます。こんにちは、駒形さゆりと申します。教室に通い始めて、5年は過ぎたところでしょうか。今回はまず先に描いたのが天女の方で、こちらはやはりちょっとこう綺麗な色と、あとその風をイメージして描きたかったんですけど、それがまあ出てるかどうかっていう感じなんですけれども、あと背景の方でちょっとこう動物とかこう細かいところで、なんとなくこう自然な感じを出したかったっていうところです。
そのようにあんまり下書きとかは書いてないんですけれども、性格的にぶつけ本番っていうかそういうたちなので、こうやっていくうちにどんどん作品をこう埋めていったっていう感じですね。小泉孝子です。教室はもうすぐ丸3年になります。こちらの仏画教室では自由に描かせていただけるので、最初綺麗な色が好きなので、ちょっと派手めな色をいつも使って楽しく描いています。でキャンパス地と紙と、あと今回最後には板に絵を描いてみて、どれも楽しかったです。こちらの文殊菩薩は私のご本尊様なので、これは本当に自由に、描いてとても楽しかった。郡司俊恵です。で、この絵を、仏画を始めたきっかけは、ちょっと病気しまして、ちょっとその後、休養中で暇だったもんで、何かやろうかなと思ったら、ちょっとこう、縁があって、この仏画が来ましたので、始めたんです。で、始めたら、やっぱり、だんだん、ちょっと奥が深くて、これからもっともっと勉強しなくてはと思っているところです。今のところはまだ、先生の、塗り絵状態なんですけど、これから、先輩のように。今回の仏画教室の代表作として、制作してみました。これは板に描いた短歌であります。ネパールの仏画でございますね。この教室の趣旨と申しますのは、私たちは実は一人一人がお心の中に一つの優しいという優しさという仏様を持っているわけでありますが、この仏様をどのように芸術品、一つの
仏画として、表現しようかということを日夜勉強しております。私たちは、このそれぞれが私だけの仏画を描くということをコンセプトにいたしまして活動いたしております。どうぞ皆様、この仏画教室へのご参加を皆さんでお待ちしておりますので、一つ足を向けてみてください。本日は本当にありがとうございました。